旗の家で最も大事にしている備えが実は玄関にあるそうです。緊急持ち出し用って書いてありますね。そうですね、はい、家族の人数分1人1個っていう感じですね。現在夫と2人暮らしという旗の家では2つのリュックを常に置いています。ヘルメットにゴーグル、そしてもしもの時に救助を求める笛、パニックで忘れがちという靴など、防災グッズのほかにこんなものもありました。これは何ですか？家族にメモも残せるようにメモと、あとは筆記用具と、はい、あとは車の鍵ですね。あ、はい、スペアキー、はい、あとはお金、お札と、細かなお札と小銭が入ってます。いやー、こんな現金までねちょっと入れてなかったですね。考えてなかった。そして気になったのが3つ並んだゴミ箱。実はこれが旗の家ならではの備えなんです。開けてみると、簡易トイレのキットが入ってる。そうですね、トイレって1人1日5回ってよく言われるじゃないですか、はい、畑野さんのところはこの簡易トイレいくつぐらい、何回分ぐらい備蓄してるんですか？今おおよそ400回分400ですね。400回分ですか、はい、それでもちょっと足りないかなっていう。4人で使えばおよそ20日分の備蓄だといいますが、今年1月1日に地震があったじゃないですか。で現時点でまだ、トイレとかの改修ができてなかったりとか、断水とかまだ下水の、修理もできてないので、確かに、でもうちょっと備蓄は増やしていきたいなとは思っています。みんな種類が違うんですね。そうですね、いろんな種類集めて実験してます。それぞれの商品によって入っている商品の内容が違ってきますので、うん、実はこれ、お尻を拭く紙が入ってないんですよ。はあ、いざ使う時が初めてだと使いこなせない場合もある緊急用のトイレ、買って終わりにしないのがポイントなんだとか。さらにトイレで出したもののその後についても、どうしても災害時用のトイレの商品を使うことになるんですけども、はい、やっぱ多少なりとも匂いが漏れてしまうので、匂い漏れの防止のゴミ箱に入れることによって、はい、まあ、回収が来るまで自宅で保管するっていう形。なぜこれが玄関に置いてあるんですか？玄関が一番我が家で広かったっていうのもあるんですけども、はい、やっぱ外で使うものは、うん、外により近い場所に置くっていうのがもう片付けの鉄則ですので、はい、外ですぐ使えるよう他に置かれていたのはモバイルバッテリーを兼ねたランタン。そして傘立てには立っているのはバール。これもやっぱり防災目的で。そうですね、救助の多少助けになれば。驚きが止まらない旗の家の玄関。さらに玄関横の納戸には備蓄品があるそうです。おお、びっしり物が詰まってる。自転車1台が入るくらいの広さの納戸なんですが、まず目についたのは水です。旗の家ではお水何リットルあるんでしょうか？180リットル、15ケース以上はあるかと思います。計算すると4人で10日分以上の量なんですね。さらに感覚としては1ヶ月分ぐらいあるとちょっと安心かなっていうのはありますので、はい、賞味期限切れたような水も飲めるように、はい、一応下の方に、はい、浄水器ですね、フィルターが中に入ってまして。なるほど、はい、プールの水とか、はい、川の水とか、はい、賞味期限切れてしまった水とかも飲めれる感じです、ね、はあ。次に見つけたこちらの防災グッズ、ただのストーブではありません。あ、ここにカセット入れるんだ。はい、高さ36センチ、重さおよそ4キロ、1本のガスでおよそ2時間半温かさを保てるそうです。
ガスがストップしても電気がストップしても暖を取れるものになってきますね。そうですね、はい、でこういう商品もあるんですね。気になるのはこの丸いものは何ですか、これ。はい、こちら一人用のテントになります。テント、はい、はあ、外で、トイレをするときにこの中で、まあ、恥ずかしくないようにと着替え、はい、あと授乳される方に貸して差し上げることもできますね。プライバシーをこう守ることができない状況になってしまいますもんね、はい、そうですね。さらに面白いものが、ああ面白い、椅子だと思ったらこれ便座の形してる。なるほど、ここにビニール袋セットすればおトイレできちゃいますね。そうですね、普段と一緒の姿勢だから災害時でもストレスがたまりません。折りたたみできるので持ち運びも簡単です。さらに驚いたのは畑野さんがこの備蓄したものをしっかり管理している点です。全部テープにこれは何だってことが貼ってあるんで、畑野さんの家族以外が見ても、はい、もう一目瞭然で、私が留守中に家族が被災する場合もありますので、まあ、家族が見てもすぐ分かるようにしてます。最後にこんな質問をしてみました。4人分のこの備蓄用品をですね、はい、これだけの量を揃えている、はい、なぜそこまでされるんでしょうか。はい、皆さん被災されると、避難所に行くっていうふうに考えてらっしゃる方多いと思うんですけども、まあ、そもそも避難所の収容人数が限られてますし、まあ、全員が行けるわけではありませんので、まあ、自宅の耐震と家具の固定をしっかりして、まあ、自宅で、避難生活ができるようにっていう感じでね、心がけております。ひょっとしたら数ヶ月何も助けが来ないっていう状況もありえますので、はあ、まあ、それぐらい備蓄できれば一番いいかなとは思いますね。なるほど、はい、かなり金額もお金もかかってきますので、まあ、いっぺんに揃えるってなかなか難しいですのでね、普段の暮らしをしながら徐々に徐々に増やしていくといいかと思います、はい。